皆さんこんにちは、乃木田教授の YouTube チャンネルへようこそ。今回は、研究者の指標29ということで、岸裕二、さんの、生き延びるための流域思考ということで、地球温暖化に伴う局所豪雨や、海面上昇に適応、アダプテーションですね、する、防災の地についたサバイバルドコンということで紹介させていただきます。とですね、前回までにですね、地球環境の問題、温暖化の問題ですね、CO2 削減とかいう話で、温暖化に関して科学者から、実際にそれを研究している方とかの、警告本2冊を紹介させていただきました。そちらの方の書評は、2つあるんですけれども、研究者の書評25ということで、スティーブン・クーニン先生の、アンセトルドということで、これは、科学者を目指す大学院生の方々には必読の書で、科学者の頂点にいるクーニン教授ですよね、地球温暖化の科学を軸にした、反証期みたいな感じなんですかね。ということで、それは現状なんですけれども、それはね、もうぜひぜひね、読んでもらうことをお勧めしています。で、またですね、杉山大志さんの、脱炭素は嘘だらけという本で、これはね、ちょっと名前が過激なんですけれども、タイトルが過激なんですけれども、この本はですね、地球温暖化で、気候変動に起因した、災害とかですね、海面上昇ですね、海面上昇で局所豪雨が起こるんじゃないかとかいうことに対してですね、人類はですね、適応できるんじゃないかと。適応できるということは、アダプテーションっていうんですけれども、防災をしていくとかですね、台風が来るときには、その来るのをちゃんと予測してどういうふうにするかとか、そういうのも含めて、いろんな防災がにお金を使うことが、 CO2 削減はもちろんやらないといけないんですけれども、 CO2 削減のためにめちゃくちゃね、お金をそれにかける、例えば再生可能エネルギー 100% にするとかですね、そういうめちゃくちゃお金をかけるお金があるんだったらですね、まず防災にお金をかけた方がいいんじゃないかというようなことが、どちらも重要ですけれども、優先順位としては防災ですよね。適用に、お金をかけるべきだというのが、その今までの2つの本だったんですけれども、この今回、紹介する岸裕二先生の、生き延びるための流域思考というのはですね、じゃあ実際に適応ってどうやればいいんですかという話が、その前の2つの本には書いてないんですよね。実際に具体的な話というのはあんまり書いてないんですけれども、この本はですね、まさにね、その適応をどうすればいいかっていうのを、流域思考、流域っていうのは川だけじゃなくて、川をあって谷があってとかって、その領域があるわけですよね。流域っていうのがあるんですよね。その流域っていうのは別にその地方の、町単位とかそういうのではないですよね。ですから地形がありますからね、地形の単位でいろいろ考えていけばいいんじゃないかということを提唱されている方なんですね。で、それでですね、でこれ著者の方は、治水のですね、専門家の方のようなんですけれども、こう鶴見川の領域というところで、過去ですね、1958年から5回もなんか大水害が起こってるらしいんですよ。私はそこら辺に住んだことがないんでよくわからないんですけれども、そういうところで現地の実際にその水害を体験したのが、具体例としてどういうふうに適応していったのかという話を、まず、書かれているということで、すごいこう迫力がありますよね。だって実際に起こってる水害に対してどういうふうに適応していったのかということですから、これもう絵空物語じゃなくて本当の話ですからね。で、そういうところから、それをですね、流域思考という、もうちょっとこう上の段階の抽象化したもので、全国、
まあ、多分全世界にも広げていけるんでしょうけども、全国のそういうところで、流域志向を取り入れてですね、でそれで、防災をやっていくのが、重要じゃないかということで、この著者のスタンスとしてはですね、CO2 削減も 100% やらないといけなくてですね、もう健康のためには死んでもいいとかそういうことでもなくてですね、地球温暖化は起こってないとか言って、そんなの全くする必要がないとか、そういう極端な話ではなくてですね、実際に、CO2 で、まあ、温度がちょっと上がるというのは分かってるわけですよね、科学的にはですね、だいぶですね。でもそれでどのような災害が起こるのかと、人類にとってどういうふうになっていくのかということが、こうじわじわ起こってくるところにどういうふうに対処していけばいいのかという、もうまさにね、地に足のついた、話ですよね。ですからこれを見るとね、やっぱりそこに住んでてなんとかしようということがあるわけですから、そこがまず第一番なので、こうまさにね、これはね、適用に対して予算もかけていくっていうのが、もう一番初めに重要なことじゃないかということを示しているということで、すごくこう腑に落ちるというか、納得できるというような話だと思います。でそれでですね、著者の言うには、それをその生命圏の危機や可能性に現実的な理解をして共有していくためにはですね、まず足元に開かれている雨がこう降ってるですね、大地の流域の配置をの地図にですね、ちゃんと、関心を持つことが重要だということで、私はタモリ、クラブじゃなかった、ブラタモリじゃないですけれども、こう地理が大好きなんですよ。地理が大好きで、これ地理マニアにとってもこうたまらないというか、やはりね、地理の重要性が分かってきてるんじゃないかなというふうに思っています。で、高校の時とかですね、私ね、理系だったので、社会学会系は地理を選択してですね、日本史とか社会史は、世界史は、選択してなかったんですけれども、で皆さんね、なんか文化系の人はなんか地理をね、ちょっと下に見てるような感じがするかもしれませんけれども、文明のこう起こってきたのもですね、ナイル川流域であるとか、チグリス、ユーフラテス川の流域であるとか、結局地形というか、そのもう古代から文明が起こってくるのはやっぱり流域なんですよね。ですからその流域で人々が、その時はテクノロジーもあんまりない時に、どういうところに人が住んでどういうふうにやっていったのかというのも、延々と続くその人類の歴史の中でですね、歴史の中で歴史を学ぶにはやっぱり地理を学ばないといけないということで、まず地理を学ぶことが重要じゃないかなということで、これね、地理ファンとしては、もうたまらなく、もう納得してうーっていうような本だったということです。でそれでですね、実はですね、この本なんで知ったのかというとですね、東京工業大学の東工大の柳瀬、先生、が、国道16号線日本を作った道ということで、それも、研究者の書評25で紹介していますけれども、その国道、16号線の、部分を、それもやっぱり流域志向ですよね。そこの中で起こった文化であるとか、その、その地区の分を面白おかしくすごくこう、読ませる本だったんですけれども、その本を読んだ後でですね、この、岸先生の、流域志向の本を読むと、ますますこう理解していけるんじゃないかなということで、これはね、結構おすすめですよ。結構というか、かなりおすすめというか、この、地球温暖化でどうなるんだとか言うけどで、CO2 今すぐストップしろとかですね、いや、そんなの全然関係ないから、そんなこと関係ないよとかいうような、そういうレベルの話ではなくて、実際にはこう起こってるんだから、どういうふうに適応していけばいいのかという話が書いてあるということで、これね、面白くて読むというよりは、もう勉強になりながらということなんですかね。ですから、国道16号線は、まあ、楽しく面白く、読んで、でそこからこうぐーっとその、ちょっとシリアスな、その生き残るための流域思考を、身につけていくっていうのは重要なんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、読書を
おすすめいたします。